合算スキー場は山形県の西村山郡西川町の合算の含みネバーが竹に位置するスキー場。山港と西川城、佐賀市が出資する合算観光開発株式会社が運営している。特別豪雪地帯である西川町の中心部からさらに山間部に直線距離で 15km、道路距離で 25km 山奥にある。そのために 積雪量が多く年で4から5メートルとなるため、多すぎて冬のアクセスが立たれ、冬の間はスキーができない。その一方、残雪が豊富なため、春から夏にかけて営業するという珍しいスキー場である。夏スキーができるスキー場として有名であることから、シーズンには全国各地から人が集まり、夏スキーのメッカなどと呼ばれることもある。スキー場の規模としては、 コース数が4、ペアリフトが1本、ティーバーリフトが3本と大規模なものではないが、バーが竹山頂付近にはほとんど、木々がないため各コースが非常に広大で、滑走可能エリアは、かなりの広さを持つ。ペアリフトとティーバーリフトは別料金となっているため、それぞれ別の回数券、ペアリフトの追加券などでは、ティーバーリフトに乗れないなど注意が必要である。 暖かい季節に営業しているため晴れた日は気温が高いことも多く、半袖のシャツなどで滑走するスキーヤーなども見受けられる。雪は残雪であるため雪質は悪く、土なども混ざる。シーズン終盤は雪が少なくなるため、駐車場からリフトのリバまでの道が、雪道からコンクリートの舗装路になり、ショートカットのためのロープ等も撤去される。 さらにリフトのリバにも雪がなくなり、スキー板やスノーボードを手に持っての乗車となる。そのため、リフトにはスキー板置きが付属している。ナイター設備なし、スノーボード全面化、宇ば沢小屋への連絡道下に限定して、ジャンプ台も設置可能。山頂からは天気が良ければ、ガッサを望むこともできる。冬はリフトの運転をしていないが、バックカントリースキーや、 スノーモービルを楽しむこともできる。スキー場の直下の道路沿いに、ロッジや山小屋といった宿泊施設がある。また、スキー場から山を少し下ったところに、ガス山市津温泉が存在し、温泉付きの旅館などが10軒ほど並んでいる。その他は、ガス山と西川町の観光を参照。積雪量が多すぎて、冬のアクセスが立たれることにより、春オープンするスキー場は、他に、 奥多田見丸山スキー場などの例があるが、夏までの営業はしていない。MSN3K ニュース、今年も夏スキーが、本番山形、ガさん、http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp、msn.com、ライフ、トレンド、090430、trd0904301552006、n1、htm2009 年5月1日閲覧。 ありがとうございます。